ミカド君。すごいよ、1位じゃないか。よっぽどお腹が空いてたんだね。地面に落としたパンなら僕はいらない。君が食べるといいよ。星野君、一等だね。うん、偉い偉い。僕はいらないけど、まさか君は地面に落ちたパンを食べるの？星、一等だね。君ったら本当に食いしん坊なんだね。星、あのね、地面に落としたパンは食べない方がいいよ。ご苦労様、夕食当番さん。さて、お楽しみのメニューは。ダメだよ、お腹が空いている時にそういう冗談はよくない。まさか、だってそんな。ごちそうさま。何も言わないでしばらく一人にしてほしい。ご苦労様、夕食当番さん。さて、お楽しみのメニューは。美味しそうだね、君の作品。ごちそうさま。よく聞いてほしい。君の料理はこの先あらゆる批判を浴びるだろう。でもそんな時は思い出して、君の料理を食べてにっこり笑った人もいる。そのこと。桐原君。君だね、今日の食事当番は。楽しみだな。おや、これはマミーの得意料理だ。この作品を君が。ごちそうさま。大丈夫、ほら、僕はちっとも怒ってないよ。すごいよ、これはマミーの得意料理だ。この作品を君が。ごちそうさま。星、僕は食べたよ。最後まで食べたんだ。これから先、君の料理をどんなにけなす人がいても、そのことは忘れないで。やあ桐原くん。いたね。ねえ、一体テストで人の何がわかるって言うんだろうか。僕はテスト信じない。信じないよ。じゃあね。テストか、いいとも。好きな点をつければいいさ。僕は踊らされないよ。僕がテストに点をつけてやるんだ。0点さ。桐原くん。いいかい、君もテストを信じちゃいけない。気をつけて。やあ桐原くん。いたね。もう見た？テストの結果。一緒に笑おう。
そう、これでいい。じゃあね。やあ桐原君、僕を探してたんだね。これ？ちっともおかしくないよ。ボシ、どうしたの？いや、あのね、この時期に来てこういう冗談はいいんだ。ありがとう。やあ桐原くん、どうかしたの？違う、こうじゃない。これは違う。これを僕に渡しちゃいけない。次回からはもう少し考えてね。君は笑っちゃいけない。でもありがとう、頑張ったんだよね。聞くのが怖いけど、もしかしてこれが？そう、やっぱり。いや、もちろん嬉しいよ。嘘じゃない。ありがとう。